皆さんこんにちは。今回はラズベリータルトケーキを作ります。まずはじめに薄力粉をふるい入れ、バターを小さく切り生地に切り混ぜてください。生地が黄色っぽくなれば OK です。時間にして約7分ほどかかりました。生地が混ざったら土手を作り中央に塩と卵を入れて手早く切り混ぜます。この時卵は様子を見ながら加えてください。生地を混ぜたら台に取り出して長方形にまとめます。まとめたら上から押して固めるようにしてください。固めたら中央でカットして重ねて、再度長方形にします。この作業を3、4回ほど繰り返します。繰り返しが終わって生地がある程度塊にできたらラップに包んで冷蔵庫で20分から30分ほど休ませてください。生地を休ませている間にフィリングを作ります。まずはボウルにバターと砂糖を入れてマヨネーズ状になるまですり混ぜてください。しっかりと混ざったら溶き卵を入れてさらに混ぜます。この溶き卵は数回に分けて入れてください。卵まで混ざったらアーモンドパウダーをザルでこしながら加えてください。入れ終わったら混ぜます。これでフィリングは完成です。フィリングが終わったら打ち粉を引いた台に生地を取り出します。今回は18センチタルト型を使用しました。生地は2ミリから3ミリの厚さに伸ばしてください。生地を伸ばしたら余分な打ち粉は払っておいてください。打ち粉を払ったらフォークで穴を開けてタルト型に乗せます。この時余分な生地は切り落としてください。型に合わせて生地を調整したらクッキングシートを敷き、重しを乗せて230度で15分ほどから焼きをします。焼いたら余熱を取ってください。から焼き後余熱が下がったらラズベリージャムを底の部分に塗ります。次に先ほど作ったフィリングを流してください。フィリングを入れたら表面にアーモンドフレークを散らします。ここまでできたら200度で30分から35分焼いて焼き上がりです。